ベストセラーズチャンネル、今回は高野昇さんにお話を伺っています。パーソナリティは畑哲郎、岩田千佳です。こんにちは、畑哲郎です。こんにちは、岩田千佳です。さて、今回お招きしているゲストは歓喜出版から出版されているリッツ・カールトンで育まれたホスピタリティノートの著者でいらっしゃる高野昇さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではですね、まずはじめに高野昇さんのプロフィールを簡単ですけれども紹介させていただきます。1953年長野県戸隠生まれ。ホテルスクール卒業後、ニューヨークに渡りホテル業界に就職をされます。90年にリッツカールトンでサンフランシスコをはじめ、マリナデルレイ、ハンティントン、シドニーなどの開業をサポートし、同時に日本社を立ち上げられます。93年にホノルルオフィスを開設した後、翌94年日本支社長として日本に戻られます。リッツカールトンの日本における営業マーケティング活動をしながら、97年にザ・リッツカールトン大阪、2007年にザ・リッツカールトン東京の開業をサポートされました。著書はリッツカールトンが大切にするサービスを超える瞬間、こちら歓喜出版から出版されています。こちらはホスピタリティのバイブルと言われ、シリーズ30万部を超えるベストセラー、そしてロングセラーになっていらっしゃいます。はい、前リッツカールトンホテル日本支社長の高野昇さんにお話を伺っていきたいと思います。高野さん、まずリッツカールトンホテルということなんですけれども、はい、世界で最も素晴らしいサービスの受けられる高級ホテルというイメージがあるんですけれども、世界中にあのリッツカールトンはあるんですよね。今ですね、はい、77軒になったと思いますね。77軒、はい、私残念ながらまだ泊まったことがないんですけれども、ぜひ常宿にお願いいたします。はい、あの私のようなその一般の人間といいますか、そういう人間があの泊まってもですね、やっぱり素晴らしいサービスを受けることができるんでしょうか。あのどなたでももちろん大歓迎をさせていただく準備はあります。はい、はい、あのホテルといいますと、私なんかの場合は旅行でちょっと泊まってみたりとか、はい、あと結婚式に呼ばれてあの披露宴に出席したりとか、はい、残念ながらそのぐらいしか利用する機会は私はないんですけれども、あのその他どんな利用をされている方がいらっしゃるんですかね。ホテルっていうのはですね、あの、まあ、来られる方が何のためにホテルに来るかっていうと、はい、自分の人生の物語を探しに来るんですね。うん、例えば結婚式っていうのは自分の人生の大切な物語ですし、家族との食事も友人との食事デート、すべて自分の人生の中の大切な物語が生まれる瞬間なんですね。だからそれを大切にして、リッツカールトンのスタッフもそういうような舞台作りをしていますから、何かの記念日であったり、あるいは全く一人だけでそこの空間の中でコーヒーを飲む、やっぱり自分の人生を大事にするその時間をですね、その中で過ごしてほしい、そういう方たちがたくさんいらっしゃいますので、ぜひあの空間に身を置いていただいたらと思います。はい、あの人生を大切にする時間をぜひリッツカールトンでということなんですけれども、そうですね、はい、あのそんなリッツカールトンでお仕事をするようになったきっかけというのは何かあるんでしょうか。そうですね、これは87年まで遡っていくんですけど、はい、ドイツの旅行業界のコンベンションで、はい、その当時のリッツカールトンホテルの創業者と出会ってしまったんですね。出会ってしまったんです。まだね、3、4軒しかリッツカールトンない頃です。あ、はい、でその時に彼がですね、はい、本当にあの東洋から来た、まあ、わけのわからないホテルマンですよね、私は。そこにですね、本当にあのすごいエネルギーで自分はこういうホテルを作ろうとしてるんだ、うん、将来は海外展開も考えてる、うん、ひょっとしたらお前の国にも行くぞっていうこの思いをですね、はい、すごいエネルギーで伝えてくれて、はい、その人とガチッと握手をしてしまったんですね。はい、その瞬間にですね、はい、ひょっとするとこういう人と仕事することになるのかなっていう、なんかこうふっとした思いが湧いたのが実はリッツカールトンとの出会いです。はい、あ、そうなんですか。はい、その後あのもうトントン拍子に創業者の方と一緒にお仕事をされるようになったんですか。いえいえ、そんなに簡単にはもちろんいかないんですが、はい、まあ、その当時私はフェアモントっていうサンフランシスコのホテルに働いていまして、はい、ちょうど3年契約の第1年目だったんですね。はい、ですからもう2年まだ残ってます、はい、ですからその2年間はフェアモントのために精一杯働いて、で契約が切れるときにそこの社長に相談に行ったんですね。はい、実はこういう人と2年前に出会いました、はい、ですぐ近くに今ホテルを建築しているこの会社です、
そこに行ってみたい、はい、って言ったら彼が気持ちよく、はい、いやあそこはこれから将来性があるから、はい、頑張ってこいって言って送り出してくれたんですね、はい、あそうなんですか、はい、何かそもそもホテル業界というもさっきもお話ししたように私あまり利用することがないものでちょっとよくわからないんですが、はいはい、ホテル業界に身を置こうと思われたきっかけとかそういったことっていうのは何かあったんでしょうか。そうですね、ホテルスクールに私が行ったのが、まあ、きっかけといえばきっかけなんですが、もともとあまり外交的ではなく人前に出るのは嫌いだったんですね。あ、そうなんですか。で、まあ、実は長野の商業高校に行って1年目に、はい、あ、道を間違えたと思って思い切ってその工業系とか理工科系の大学に行って人前に出なくて済む仕事を探そうと実は思ってたんですね。そうなんですか。ところがですね、高校3年の時の受験勉強している時にホテルスクール開校っていうそのハガキに出会ってしまったんですね。これまた出会ってしまったんです。でそれが気になって入学案内を取り寄せて、で人前に出る仕事が嫌いなはずなのに、それを避けようとしていたはずなのに、そちらに引っ張っていかれちゃった気がするんですね。で気がついてみたらホテルスクールにいて、で気がついてみたら海外に修学旅行で行って、そこでアメリカと出会ってこの国に来たいとまた思ってしまったわけですね。はい、非常にいい加減な進路の決め方なんですけど、はい、事実です。何か運命的なホテルスクールのチラシというか案内との出会いだったんですか。そうですね、あの時に新しいホテルスクール開校っていうハガキがなかったら、はい、多分私は学校の先生とか親の勧め通りに、はい、地味な人前に出なくて済む、はい、ある意味で言うと、はい、そういう方向に行っていたと思いますね。あ、そうですか、はい、不思議です。はい、はい、そのハガキがすごく重要なものになったということですね。そうですね、まあ、重要というか、はいはい、やっぱり人生っていろんなところで何がきっかけになるかわからないなと思いますね。はい、はいはい、その通りですね、はい、それから本書のタイトルにもなっています、はい、ホスピタリティノート、これホスピタリティという言葉なんですけれども、はい、まだまだ馴染みのないリスナーの方もたくさんいらっしゃるのかなという感じがするんですが、例えば高野さんですね、ホスピタリティってどういうことですか、ホスピタリティって何ですかっていうふうにもし質問があったとしたら、はい、どのようにお答えになりますか。これは非常に簡単です、はい、2つありまして、1つはサービスの延長線上にはないということです。にはないということです。ですからサービスを突き詰めていくとホスピタリティになるという考え方は成り立たない、はい、もう1つはホスピタリティというものの特徴とサービスの特徴を考えたときに、サービスは提供する側が内容をすべて決めているということですね、はいはい、ホスピタリティというのは受け手がすべてを決めるということです、うん、つまりサービスをする側が提供する側がお客様の心に自分の心を寄り添えて対話をしてみる、はい、そこからホスピタリティが生まれるということです、うん、サービスというのは、はい、例えばうちのホテルはこういうサービスがありますよっていう目に見える形を提供することがサービスです、はい、ホスピタリティはそれを提供したときにさらにプラスアルファでお客様が今回はあこのホテルに泊まってこういうサービスを受けてでもこういう物語もこういうことも生まれたなっていうふうに感じてもらえるかどうか、そこしかないんですね。だからホテルマンはお客様の心と対話をしないといけないんです。サービスにはそういう対話はないんです。提供すればいい、はい、ある意味で言うときちんと約束したものを提供すればいい、はい、でもホスピタリティというのは相手の心に自分の思いを寄り添えてこの人は今何を望んでるんだろう、はい、どういうことでこの人の心に感動が起きるんだろうっていうことを感じる力がないと、はい、まずホスピタリティのスタートラインにつけないということなんですね、はいはいはい、例えば接客マナーであるとか、はい、接遇講習であるとか、はい、そういったものたくさんあるかと思うんですけれども、はい、そういったものとは少し一線を画しているというか。そうですね、それも実は非常に大事な部分で、はい、サービスというものはその内容を突き詰めていって接遇にしても接客にしても突き詰めていって洗練されればされるほどサービスの質は高くなっていきますね、はい、でそれに対してお客様が感じる満足度も上がってくるということです。ただ満足度が上がったことがそのお客様の感動につながっていくかどうかということが非常に怪しいなとリツカートンは考えています、はい、つまり感動というのは感情が動くことですよね、はい、そうすると人の感情が動くときっていうのはやっぱり自分の中に大事な物語が生まれたときとか、はい、お客様とホテルマンの間に心の交流が生まれたときとか、はい、そういうときしか実は感情が動かないんですね、はい、ですからそういうものをこう考えながら仕事をしていく、ホスピタリティに立脚をしている、そういう考え方で仕事をしているホテルとサービスを突き詰めていくホテル、これは
ある意味一線を画しているホテルだと私は思ってます。はいはい、難しいんですけれどもよくわかりました。いや難しくないんです、実はこれね。そうですか。はい、難しそうに聞こえるんですけれども、はい、全然実は難しくないんですよ。はい、現場で働いている人たちがお客さんの心に自分の心をふっと添えてみると見えてくる景色がいっぱいあるんですね。例えばチェックアウトしたお部屋に入ったメイドさんが、はい、窓際のソファーが外を向いていて、うん、その隣に空のブランデーグラスがあった、うん、この風景を見て何を考えるかということなんです。はい、何も考えないとソファーを直してブランデーグラスを片付けて終わりですよね。はい、でもこのお客様はひょっとすると夜寝る前に夜景を見ながらブランデーを楽しむのがお好きなのかなっていうふうに自分の心を添えて対話してみるんです。うんうん、そうするとそのお客様が次に来られ、はい、また同じような形でチェックアウトされた、うん、そうすると3回目の時には自分でソファーを曲げといてあげよう、最初から直しておいてあげよう、うん、でブランデーのオーダールームサービスみんなお待ちしてますっていうノートを手書きで置いといてあげよう、うん、そういう思いが湧いてきますよね。うん、これはサービスではなくてホスピタリティの心の添え方なんですね。はい、ちょっとしたことですよね。はい、簡単でしょ。はいですね、簡単なんですが、はい、できないんです、はい、なかなか難しいです、ね。はい、でも個人のね、はい、その気持ちの置き方というか、はい、これでいいのだろうかって考えてしまう方もいらっしゃると思うんですよね。はい、従業員の方でも、はい、こんなことしたら怒られてしまうんじゃないかとか、うん、こんなことしたらやりすぎなんじゃないかとか、はい、そういうところをしっかり一人一人がお持ちになって働いてらっしゃるホテルだっていう、そうですね、心を強く感じますね。全くおっしゃる通りで、ここまでやったらいいのかな、どこまでやったらいいのかなとかですね、ここまでやったら上司に何か言われるかなっていう、そういう舞台を作らないということなんです。うん、ここまでやるかなっていうところまで会社がやるという方針を浸透させていくことが大事ですよね。うん、そうすると現場が迷わないで仕事ができる。現場が迷わないと信頼関係にも迷いが起きないということです。うん、それと一番大事なのはね、例えばそういうソファーが曲がっ最初から外を向いていたりブランデーグラスがあるっていうことに気がつくことができるのは誰かっていうと、本当に現場で働いている人しかいないってことです。うん、総支配人には分からないんです。はい、フロントのマネージャーにもそれは見えない。うん、だから現場で働いているメイドさんにしかそれを感じることができない。うん、そのことを大切にする会社だとメイドさんの感性ってホテルの運命を決めますよね。うん、そのことに思いを持っていっている経営者がいるホテルはそういう舞台を作っていってくれるってことです。高野さん、では本の内容について少し伺っていこうかなと思うんですけれども。はい、ありがとうございます。まずホスピタリティノートというこの本なんですけれども、77項目、これ先ほどリッツカールトンが世界に77件あるという話がありましたけども、そうですね、偶然です。偶然ですか。これは偶然です。意識されたわけではなくて。そうではないです。あ、そうです、はい、77項目のノートとその解説という構成ですかね、横書きで大変読みやすい形になっていると思います。で、最初の項目、例えばお客様が感動するのは満足した時ではなく物語が生まれた時、はい、先ほど来出てきた物語という言葉がここに出てきています。はい、でその先にその内容に関する解説が書かれています。はい、で高野さん、リッツカールトンで仕事をされている時に、実際にそういったノートというかそういったものはつけられていたんですか。そうですね、リッツカールトンだけでは実はなくて、はい、アメリカで働いている時に本当にたくさんの出会いがあって、たくさんの言葉をいただいたり、中にはですね、叱り飛ばされたこともあれば、励まされたこともあって、そういう時にこう心にふっと引っかかってくる言葉があったりすると、それをこうきちんと書いていたんですね。うん、ですから77っていうよりも、それこそ何千もあるんですけれども、はい、その中でこう自分にとってこれはきっかけになったなっていう言葉はやっぱり皆さんにとっても多分きっかけになるだろうという思いで、はいはい、今回選ばせていただいてるんですけどね。はい、じゃあ厳選された77項目の気づきのあった言葉と。そうですね、それと私が好きなということも入ってます。はい、でいくつか中から取り上げていきたいと思うんですけれども、先ほどもメイドさんにまで会社の考え方、そういうものが浸透していることが大事というお話がありました。はい、で読んでいきますと、これ29番目の項目に毎日のラインナップで思いが共有されていく、こういう項目があります。ラインナップっていうのはちょっと耳慣れない言葉かなというふうに思ったんですけれども。そうですね、どういう内容になってくるんですかね。これはですね、例えばどこの会社でも朝朝礼ってやってますよね。はい、ホテル24時間営業なので
朝晩もいれば昼晩、はい、夕方晩夜晩がいるんですけれども、そのシフトの最初の時にスタッフが全員で集まって15分20分間、時間を共有するんですね。でそれは必ずしも業務連絡だけではなくて、というよりも最初の15分間くらいは業務連絡がほとんどなくて、リッツカールトンで我々が働く意味は何かっていうことを考えるんです。つまり誰でも分かっているのは、自分の仕事は何をすることか。これはトレーニングを受けると分かりますよね、はい、お掃除をしなさい、はい、チェックインチェックアウトのお手伝いしなさい、ウェイターウェイトレスのお仕事をしなさい、はい、それは作業工程を覚えることなんですが、うん、何をするのではなくてなぜするのかっていうことが分かっていないと、うん、仕事にならずに作業になっちゃうんですね、はい、だから今日一日仕事をするための心の立ち位置をみんなで確認するのがラインナップの一番の大きな目的なんです、はい、なぜ自分たちの仕事があって、なぜお客様に喜んでいただくのか、そのために今日自分ができることは何なのかということを話し合いをする、はい、これがラインナップの特徴です、うん、はい、通常の何か連絡事項ありますかという朝礼ではなくて、そうではないですね、リッツ・カールトンの思いというか、はい、そういったものをみんなで確認していく。そうですね、これ毎日、これは毎日やることに意味があるんです。あ、毎日やられるんですね。そうです、はい、これは2つありまして、1つには毎日やるということ、はい、これは1週間に1回1ヶ月に1回だと浸透していかないんですね。それからもう1つはトップがきちんとそこに対してこれを大事なものとして覚悟を決めて続けるということを、体を張って社員に伝えるかどうかということです。ですから本社に行って社長がみんなやっときなさいよっていうことは一切言わないで、必ず社長も出てくる。ああそうなんですか。いろんな企業さんの研修でですね、はい、これをお話しすると、ああそれいいですねと、うちもやりたいな、私はちょっと忙しいけどうちのスタッフにやらせようっていう人がいるんですけど、うん、はい、これだと機能しないんですね。あ、やっぱり覚悟のほどが社員に伝わらない、うんうん、だからみんなで一つの思い理念を共有するということが、その会社の成長と社員の成長にそのままつながっていくということを、うん、トップも現場も実感しないと意味がないんですね、はい、そのための大事な時間なんです、うん、はい、そういうことを繰り返して世界中のリッツカールトンで、お客様に対する同じ思いが共有されていくというか、そうですね、そういうふうに考えてよろしいんですかね。おっしゃる通りです、はい、これは本社にクオリティを専門に扱っているセクションがあって、はい、そこが今世界中にいる3万9000人に対して、その次の例えば今週であれば、はい、来週1週間の課題はこれですよっていうものを本社から送られてくるんですね、はい、つまり3万9000人が毎日ある時間帯同じ内容について世界中でそれについて話し合ってるということなんです。これが連帯感を生んだりとか、企業の中のその部分的なものではなくて全体的なその理念の共有であったりっていうものにつながってくるということですね。全世界で同じ内容について話をし、はい、ということなんです。これが大事なんですね。素晴らしいですね、はい、そういうふうにしてリッツカールトンの理念というものが従業員の方々にしっかり浸透していくということですが、はい、また中の内容でですね、ブランドとはプロミスである、はい、そういう言葉があったかと思うんですが、これも非常に気になったんですけれども、はい、これは高野さんどういう意味なんでしょうか。このブランドに対しての考え方なんですが、はい、リッツカールトンはすべての営業活動、すべての毎日の運営に関わる活動はすべてブランディングにつながっていると思うんです、はい、何のために営業するか、ブランディングです。何のためにチェックインチェックアウトの作業があるんですか、ブランディングです。ウェイターウェイトレスの仕事の本質は何ですか、ブランディングです、うん、つまり自分たちの会社のブランドというものを確立させていくことがその会社の存在意義につながってくるという、うん、そういう考え方です、うん、そうすると自分たちが社会に対してこういう価値を作っていきますよということを約束しているわけですね、うん、はい、つまり自分たちで宣言しているわけです、はい、だからブランドというのは約束であり守らなければいけないものなんですね、うん、いろんな、だから企業にとってブランドの位置づけってあると思うんですが、はい、リッツカールトンにとって一番大事なのはブランドというものを通じて自分たちのお客様であったり社員であったり業者さんに対して約束をしているということです、うん、リッツカールトンはこういう価値を作ります、うん、こういう存在意義でこういう活動をしていきます、うん、そこに関わっていただいた人たちにこういう価値を作るということも約束しますという意味がリッツカールトンのそのブランディングの一番の根底のところにある考え方なんですね、はいはい、いつ誰がリッツカールトンに訪れても同じサービスが受けられると、そういうことを約束していただいて、そうですね、基本的にはサービスというのは提供する側がその内容を決めてますから、はい、ある一定レベルのサービスというのは必ず提供されないと、はい、お客様からプロとして対価をいただけないということなんですね、はい、ホスピタリティはそうではないですけれども、はい、サービスというのは
例えば1年目の選手が提供しても10年目のリッツ・カールトン選手が提供しても、はい、20年目のベテラン選手が提供しても約束したものは届かなきゃいけない、はい、こういう厳しさがあります。なるほど。そのためにリッツ・カールトンの中では徹底的なマニュアルのトレーニングもいたしますね。でもそこで終わってはいけないっていうのがサービスを超えていかなければいけないホスピタリティの世界という、はい、この考え方もあるわけです、はいはい、よくわかりました。そんな素晴らしいサービス、それからホスピタリティにあふれるリッツ・カールトンホテルなんですが、やはりそういうリッツ・カールトンホテルでもですね、クレームといいますか苦情といいますか、そういったこともたまにはあったりするんではないかなと思ったりするんですが、はい、高野さんご自身お仕事されていて、はい、何かそのクレーム対応ということで困っちゃったなというようなこととかはあったりしたら教えていただきたいんですけど。そうですね、15年くらい経ったら3冊くらい本書きたいなと思うくらいたくさんあります。それはいくつか理由があってですね、はい、そのお客様云々ということよりもまずリッツ・カールトンが自分たちの内部で期待値を高めているということなんです。あ、はい、つまり来ていただいたお客様が例えば他のホテルであればこのくらいはまあしょうがないなと思っていただけることも、うん、リッツ・カールトンの中では許さないことがある、うん、それは一つに私が本を書いて、はい、こういうサービスがあります、こういうホスピタリティでというふうに自分たちの社員に対してプレッシャーをかけている部分と、はい、お客様に対して期待してくださいねっていうそういうメッセージを送っている部分もあります。ですので中で働いている社員は多分他のホテルよりも圧倒的に大変なはずなんです、うん、ただクレームっていう言い方をするときには常にネガティブな捉え方をされてしまうんですが、はい、これは実は働いている社員の感性のエンジンをでかくするときにとても大事な働きをしてくれるわけですよね、はい、穏やかな海で優秀な船乗りは育たないんですね。なるほど。やっぱり荒波を経験しないと船の操作もわからないし、はい、波も読めない、はい、同じようにいろんなタイプの方たちに出会うことで自分の感性のエンジンがどんどん育っていくっていうこともあります、うん、ただ時々そのエンジンよりも大きな波が来たときに、はい、これは上司であったり先輩であったりがきちんとサポートしてあげないとその人は壊れてしまいますから、はい、これは大事な作業ですね、うん、あともう一つはですね、はい、クレームってなぜ嫌か、なぜ怖いかというと、はい、向こうから来るからなんですね、はい、クレームが来そうだな、人確かクレーマーだよなとかっていうと、うん、近づかないですよね、うん、はい、近づくんです、自分からクレームを取りに行くんですね、はい、人は確か難しい人だなと思ったらあえて私が行きますと言って、はい、おはようございます、こんにちは、いらっしゃいませと言って、はい、何か気がついたこと3つくらいありませんかって取りに行く、はい、そうするとお客様はそこでクレーマーにならないんです、はい、提案者になってくれるんです、提案者、はい、提案者になってくれる、はい、これが一つのクレームの形を変えていくパラダイムの変換だと我々は考えてます、うん、なるほど、はい、つまり改善点をご指摘いただきましてありがとうございました。そうです、そこで徹底的にお礼をするんです、はい、徹底的にお礼を、徹底的に感謝をします、はい、この徹底的って大事で、お客様に感謝するとき、はい、社員に感謝するときも徹底的に、うん、褒めるときにも徹底的に褒める、うん、褒めるとは大体社員でも謙遜しますよね、いやそんなことないですよ、はいはい、そこでまた4倍褒めるんです、そうすると舞い上がります、はい、舞い上がるところまで褒めないと褒めてないんです、はい、中途半端に褒めてもね、はい、ダメですね、ダメなんです、舞い上がらせるくらいまで褒めて、はい、そこでスイッチがちょっとだけ入るんです、やっと、はい、徹底的に褒める、徹底的に、徹底的に感謝をする、はいはい、そこまでされるとですね、本のサブタイトルにもなっていますが、人の心を捉えて話さないという言葉が入っていますけれども、はい、確かにそういう苦情クレームがそういう形に、なんていうんですかね、プラスに転化していくというか、そういうふうに考えてよろしいんですかね。そうですね、まあ、これからの、まあ、ホテル業界だけではないですけど、今ホスピタリティという言葉をみんな使い始めて、はい、そこから生まれてくるものは絆だと思うんですね、絆、はい、だからホテル業界、ホスピタリティ業界、どの業界もサービスホスピタリティに関わっているところは、これからは絆をきちんと作っていけるところが、お客様との関係をきちんと維持できる、人はこれからは例えば買い物であれば、買いたいものを買いたいときに買いたい人からしか買わない時代がやってきてるわけですよね、ますますこれは進んでいくと思うんですね、はい、そう考えていくと人との関係をきちんと意識をしながら作っていける絆作りのプロがたくさんいるホテル、はいはい、そういう企業、そういう組織がこれからはきちんと残り結果を出していくんじゃないかなというふうに考えてます、はいはい、素晴らしい話、どうもありがとうございました。いや、ありがとうございます、こちらこそ。そして最後になりますけれども、そんなリッツ・カールトンでのお仕事も一区切りがつきまして、はい、現在は人とホスピタリティ研究所の所長をなさっていらっしゃるわけなんですが、はい、具体的にこれからどのような活動を予定されているか、もしよろしければ教えていただきたいんですけれども。
まだその大げさなことを考えているわけではないんですが、はい、やっぱり最近の世相とか見ていて誰もが気がついていることはひょっとすると今精神世界がすごい勢いで壊れちゃったんじゃないかな、うん、人の関係とかも本来日本人が一番得意だったぬくもりのある社会とかっていうものがすごく壊れつつあるんじゃないかな、何かそういうところ少しでも修繕できるような部分でそのホスピタリティっていう考え方が浸透していけば、うん、なんとかきっかけ作りにはなるんじゃないかな、はい、そんな大きな力はないですけれどもね、やっぱりあの一遇から照らさないと世の中ってこう変わっていかないんじゃないかな、そういった意味ではあの微力ですけれども自分の中でできることを地道に一歩一歩やっていく、あのそのことしか今は考えていないです、はいはい、あのまさにホスピタリティの伝道師ということで活動されていきたいと、それを目指していきたいなと思ってます、はいはいはい、人と人のつながりが希薄になっている今の世の中でホスピタリティの概念であったり感性といったものがどんどん広がっていけば、はい、仕事に関しても人付き合いに関しても何かみんな少しずつうまくいくようなそんな感じがしますね。そうなるであろうと私は信じてます、はいはい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストは換気出版から出版されていますリッツカールトンで育まれたホスピタリティノートの著者高野昇さんでした。高野さんどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。